皆さんお元気でしょうか。ケイとプチャマルでございます。でね、明日クリスマスイブですね。で、明後日がクリスマスで、もう1週間ちょっとで年越しなんですね。早いですね。で、今年も、まあ去年もそうですけど、いろいろありましたね。まあ今現在進行形でね、オミクロン株っていうのがまだ騒がせているので、あまり油断がね、できる状況ではないんですけども、まあ鍋でもね、食べながら皆さんね、自分をねぎらってくださいと思いますね。うん。で、今回やるタイトルなんですけど、まあもうね、サムネイルでバレちゃってと思いますけど、これですね、アウターワイルズダウンロードコンテンツエコーオブジアイですね。いやー、来ましたね、とうとうエコーオブジアイの、実況来ましたよ。で、このタイトル自体はですね、9月の29日にもうリリースされたものであります。はい。で、自分も知っていたんですけども、なんだろうな、なんかね、こうパッとやりたくなかったんですよね。まあ思い入れが強すぎて、ちょっといろいろね、自分の中で、うん、どうやろうかなっていうのは温めてから、やろうかなと思いました。なので今回は3夜連続で立て続けにね、動画を上げていきたいと思います。はい。それでね、今年の年末を締めくくろうかなと思いました。はい。で、まあクリスマスでね、予定がある人はいるでしょうけども、中にはね、そんな人たちばかりではない。うん。クソクリスマス浮かれやがって、みんな燃えちまえってね、思ってる人もいる。そう、寂しいそこの君、一緒に宇宙に出ようぜ。空を見上げてごらん、宇宙が見えるだろ。でもね、宇宙はね、上にだけあるもんじゃない。君の足元にもある。右にも左にもある。宇宙は君を360度包み込んでくれている。いつでも肯定も否定もしない。ただただ宇宙は君の前にある。そうだよな、プチャマルな。何で、当然なんですが、ネタバレをね、強く含みます。なので、できればプレイ後に見ることを強くお勧めいたします。また前作のね、アウターワイルドのストーリーを知っておいた方が、より今作を楽しめると思いますね。うん。まあ、中にはね、プレイはしないで実況見るのが好きだよっていう方もいるので、そういう場合は、まあ昔ね、オイラが開けたアウターワイルズの動画とかも見てもらっていいのよ。でですね、僕はいつも通り、よいしょ、このヘルメットをね、かぶって宇宙探索に出るんですけども、プチャマル、お前はどうするんだ。確か前回はディーボのエナジードームをかぶってきたけど、うん。うん、何それ、メタルバンドか何かかな。え、何それ、ヒント。千葉県市川市ジャガーさんじゃねえか。お前また随分ドローカルなタレント持ってきたな。あれだよね、ハロージャガーでーす、みんな元気かーって人だよね。確かあの千葉テレビのさ、一枠買い取って自分の番組放送したっていう伝説の人ですよね。まあ確かにそういう意味ではすげえけどな。自分は確かに千葉県のね、市川市民ではないので、まあそれでも知ってるっちゃ知ってるけどな。うん。そういえば最近確かあれですよね、ジャガーさん星に帰っちゃいましたね。ジャガー星にね、どうやらあのいるらしいんですけど、まあ帰るという発表がありまして。だから千葉県の市川市民はもう大パニックです。なんだってって。ジャガーさん帰っちゃえばどうするんだよって。市川市は誰が守るんだって感じになってましたよね。で、その後、震度5強の地震が来るっていうね。だからまあ、ジャガーさんがいなくなった影響じゃないかと。多分、市川市のね、商店街あたりでね、噂されてると思うんですけども。そうか、ジャガーさんか。でもそうか、確かに、アウターワイルドのな、あの、たくさんの星々の中にジャガー星があるかもしれない。そう考えると、ジャガーさんに会えるかもしれない。そうか、そういった意味合いで今回、プチャマル、お前は、ジャガーさんのな、格好したわけだ。え？まあ、それはいいや。何の話だったっけ？何だったっけな。忘れちゃったよ。ジャガーさんがもうちょっと頭に出てきちゃった。アウターワイルド、そう、ダウンロードコンテンツ、エコーオブジアイだよ。を、これからね、3夜連続でやりますと。で、今回は、1夜目になりますね。それでは、アウターワイルド、エコーオブジアイ、1夜目、始まります。それじゃあね、やっていきましょうか。懐かしいな、BGM とかもね。で、アウターワイルズのね、タイトルの下に青い文字で、エコーオブジアイっていうね、今回のダウンロードコンテンツのタイトルが入ってると思いますが、
愛っていうのは多分ね、宇宙の目のことだと思うので、まあ宇宙の目が呼んでるみたいな感じなんですかね。いやー、どうなるのか。本当にね、このゲームどうなるか本当わかんないからな。よいしょ。さあ、やるぞ。いやー、もう期待と不安が。さて、起きると。ん？毎度のことね、宇宙探査法がね、壊れてますね。バラバラになってますね。で、ここだよ。この人誰だったっけ？スレイトさんだよ。懐かしいですね。おはこんばんちは。でね、全然関係ないですけど、メインのね、アウターワイルドやってた時にマシュマロを時々焼いてたじゃないですか。でね、どうやらね、マシュマロの焼き方間違ってったっぽいんですよ。要は、前回はいつもこうやってやって、ズバーってこう入れて、で、食べるってことやってたじゃないですか。うん。そうするとね、ガリッガリッってなって、もげーって言ってたじゃないですか。プレイヤーが。で、これは、要は失敗してしてまずいからってことらしいんですよ。なんで、正しい焼き方としては、こうやってね、ちょっと火に近づけて、ほら、ほんのり煙が出てるじゃないですか。こうやって、いぶしてから食べると、ほら、なんか美味しそうなね、感じですよね。これが成功らしいですね。ちょっとね、気づいたんですよ。で、今回のダウンロードコンテンツなんですが、まあ導入でね、どうやって始まるのかっていうところをちょっと調べました。というのはですね、まあ、始まりがね、どうやって始まるんだってグダグダするのが嫌だったからってことなんですけど、はい。で、最初の始まりはこの村のね、観測所があるじゃないですか。で、1階が確かちょっとしたミュージアムになってたと思うんですけど、そこからどうやらね、始まるようです。なんでね、行ってみましょうね。いやー、懐かしいぜ。本当によ。今回のダウンロードコンテンツさ、なんか闇の茨のさ、巨大なアンコウじゃないけど、ああいうのじゃなきゃいいなと思ってるんですけどね、怖いから。いやー、星が綺麗だ、これ。なんだっけ？アルトロックだっけ、あれ。おー。このね、イクセンの星の中にね、ジャガー星があるのかもしれないね。ジャガーさん。千葉県のね、市川市民がみんなね、悲しんでますよ。おっと、オープニングでちょっとな、新芽っぽくなっちまったぜ。さて、ミュージアムにこのまんまね、ダイレクトに行っちまおう。よし。どこだったっけ？ここか。よし、ここだな。ちょ、待って、ちゃんと止めないとな。大事故になりそうだから。あぶね！ちょっと待って待って待って。よし。さて、降りまして。あぶねえ！ちょっと待って待って待って。ちょっと待って。始まってるよ、もう。ちょっと待ってよ。クソが。すいませんね。久々なもんでね。よし。いやー、しかしね、このゲームほんと BGM いいですよね。懐かしいぜ。ほっ！危ない！危ない！よし。ふぅ。で、ここだな。いやー、すべてはここから始まったんですよね。この人誰だっけ？あ、はるか。ノマイの翻訳機をね、作った天才ですよね、何気に。で、これが、ボルンフェルスか。懐かしいな。頭がちょっとイカっぽいんですね。で、ダウンロードコンテンツの始まりはですね、これですね。はい。これが追加されてます。おぉ。2枚の写真がね、ちょっと展示されてますけども。とりあえずね、読んでみましょうか。よいしょ。ここ、木の露辺の電波塔は、あれ、電波塔なんですね。なんていうんだこれ。新宇宙衛星からの送波を受信するために建設されたと。今日に至るまで地上初めて撮影された太陽系全体の写真を保管している。これらの、写真の撮影は異例の、垂直軌道によって新宇宙衛星を太陽系平面の上と下に移動させることによって可能となった。なるほど。新宇宙衛星っていうのは太陽系を縦にね、円を描くように回っていて、まあ、太陽系を写真を撮って、で、電波塔にその写真が送られてるっていう仕組みなんでしょうね。で、最近のアップグレードによって、新宇宙衛星は、新人宇宙飛行士が使用する太陽系のリアルタイムマップを作成できるようになった。なるほど。へぇー。でですね、この木の露辺にね、この電波塔がどこかにあるらしいんですよ。なんで、まずはね、そこに行ってみろってことだと思うんですけどね。行ってみましょうかね。いや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 。もうほんとこのゲームはな
どうなるかわからないからね、なんかすごい変なドキドキがありますよね。危ねえな、これ。ちょっと待って。いいよ。よし。出た。まずは、電波塔が木の露片のどっかにあるはずだけど、どこだろう？ん？どこだ？これじゃないしな。どこだろう？待て待て待て。よし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 。おっとっとっと。これでもない。どこだ、ほんとに。見当たりませんけど。え？あ、あれかな？あれっぽいな。あった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 。ありましたぜ。よし。ほう。よし。あ、そういえばな、いろいろちょっと説明が足りてなかったな。今回ですね、ダウンロードコンテンツにあたってですね、このオプションのゲームプレイのところに一番下、これですね、恐怖緩和モードっていうのがあるんですよ。で、どうやらね、ちょっとわかんないんですけど、難易度設定らしいんですね。だからここにチェックを入れると難易度がちょっと軽くなる。簡単になるらしいんですね。何の難易度が簡単になるかちょっとわかんないんですけど、なんですよね、まあ、恐怖を感じさせるシーケンスの一部が進みやすくなる。もう嫌なんだけども、恐怖を感じさせるっていうのがもう勘弁してくれよって感じなんだけどね。まあ、これはね、チェック入れないでちょっとやりますね。で、あとちょっとね、コントロールのね、とこでちょっとバグがあるんだよな。ロックオンモードじゃないな。ロックオンか。これをちょっと、よし。これ多分治ったと思う。じゃあちょっとね、観測所行きましょうか。要はここあれだよね、新宇宙衛星が回っていて、それのね、撮られた写真がここにね、データとして送られてくる場所ってことなんでしょうけども、よし、これか。写真がね、こうやって撮られてるのか。すげえな、本当にハーシアも随分進化したもんだよ。はーん、ほうほう。あ、これ誰だっけ、ガブロ先輩か。巨人の大会にハンモックでねいた方ですよね。確か主人公と同じでループ状態に陥っていたはず。で、これか。これをちょっと記録を再生してみましょうか。何何？そして現在記録中、えへん。新宇宙衛星の打ち上げから2日が経過し、私はこれから最初の写真の束を見ようとしている。こう記録しておこう。この歴史的な日にアウターワイルズベンチャーズは、お、プリントされてる、プリントされてる、出てきた。なんてこと、あれを見てくれ。脆い空洞がある。それにほら、ほらほら。あれは空洞のランタンだ。そして巨人の大会。それから漁師の月。言葉が出てこない。感無量だ。この3枚の写真のそれぞれに、我らが壮大なる太陽系の天体一つ一つがあらゆる角度から息をのむほど美しく写っている。それもカラーで。バッチリ。もはやこれは芸術だ。こんな写真なら永遠に見ていられる。木の露片もちっぽけに見えるな。待てよ。あれはなんだ。こんなことがあるはずがない。あんなのは、そう、可能性すらないんだ。私はこの写真を正しく理解しているんだろうか。さらに奇妙なのは、他の2枚の写真にはこんなものは写ってないということだ。この1枚だけに。ん？おそらくは機器の故障に違いない。それが唯一の、筋の通った説明だ。ガブロに無線で連絡して衛星のレンズに傷がないか調べさせよう。なるほど。なんか写っちゃいけない？何か謎の物体が写ってんのか？写真にね。で、機器が故障したのかと思って、あ、なるほどね。それでガブロが新宇宙衛星の調べてるところか。え、どこに映ってんだ？闇の茨だろ？巨人の大会。これ、脆い空洞か。で、火山月があって、これなんだっけ？侵入者か。で、双子星があって、いや、映ってないよな。これも違うしな。これか？あ、確かに太陽に重なるようになんか丸い物体が映ってますね。
で、どうやらアウターワールズベンチャーズによると、これはありえないと。不可能だと言ってますね。ん？なんだ。アングル40。角度が40の時に、たまたま映ったってことか。なるほど。で、さて、こっからどうしたらいいんだ？ガブローに話を聞きに行けって感じかな。よし。これね。間違えた。ガブローに聞きに行けばいいのかな。よし。まあ、とりあえずじゃあ、巨人の大会に向かいましょうか。ひとまずガブロ先輩に話を聞きに。巨人の大会だったな。よし、行くぞー。ふぅ、これもほんと懐かしいな。気をつけていかないとな。毎回なんか、ぶつかって死にかけてるから。よしよしよし。まだ大丈夫だな。そろそろちょっと減速した方がいいかもしれん。うわ、怖いよ、もう。よし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 。よし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 。落とせ落とせ。危ないぞ。よし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 。おぉ。うわ、来たー、来たぞ。出た。ガブロ先輩は、これで、これか。さて、どこにいるんだ？うわ、すごいな、もう。本当に毎回ここは。ガブロ先輩、どこでしょうか。おっと、おっとい。ん？島がある。どこだったっけ？ん？違うな。あ、近いか。この先っぽいな。このまま、行けば、あ、あれかな？煙が立ってるからな。かな？よし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 。あぶねあぶねあぶね。よーし、うまいこと着地できたぞ。で、よし。あ、この先だな。よし。このアーチの先に、確かハンモックでいたはず。ここは重力が重いからね。全然飛べないんだよね。いましたね。チース。こんにちはです。先輩。いい天気に恵まれた。本当かよ。これいい天気なのか？何か妖怪。どういうことだ？どっかにあるかな？あ、これだ、これだ。そうそうそう。古い電波塔の中であなたの写真を見つけました。はい。それはいい。私は忙しそうだったか？忙しそうに見えたならいいんだが。ホロフィルスに言われて、新宇宙衛星を調べに行った時に違いない。あいつは、オールドスペーシーが故障したかもしれないと思ったんだ。オールドスペーシー？あの新宇宙衛星の名前かな？でも、どこも悪いところはなかった。なるほど。故障ではなかったんだね。今思えば、その時にヘルメットをかぶった私の素敵な顔の写真が撮影されたんだろう。うん。いつも思ってたんだ。オールドスペーシーを見つける一番いい方法が、あいつ自身が生成した地図を使うことだっていうのが、なんかいいなって。そう思わないか？まるで私らを招いて、言いにくいな。招いていてくれているみたいだ。あの新宇宙衛星のやつは、いつも私らが迷子にならないようにしてくれてるんだ。ホロフィルスはなぜ故障したと思ったんだろう。さあな、多分ホロフィルスの理由を話したんだろうけど、あいつはいつもたくさん喋るな。私は時々聞き流してしまうんだ。あるいは信号干渉で聞き取れないふりをするのか。一番有力な説は、新宇宙衛星が木の露辺に妙な写真でも送ってきたってこと、ところだろう。だが、衛星にとって奇妙っていうのはどんなものなんだろう。とにかくオールドスペースに行きたいなら、一番手っ取り早い方法は、探査船に飛び乗って太陽系マップを使って衛星にロックオンすることだ。他の天体に行くときと同じだ。あ、なるほど。衛星にロックオンして近づけと。ははーん。
なるほど。他には何かあったか？オールドスペーシー。いや、あの衛星はめちゃくちゃ古いってわけじゃない。新品とは言い難いけどな、オールドっていうのは昔馴染みくらいの意味さ。お前ってこういうところ頭固いんだな。オールドスペーシーは客を迎えるのが好きなんだよ。一番手っ取り早い方法は、あ、また同じか。まあいいや、とりあえずじゃあ、うわ、すげえことになってんな、もう怖えよ、この惑星よ。ちょっとさっさと行っちゃう。あー、やばいやばい。なんかちょっと待って。探査艇が持っていかれそうだ。早く乗っちゃわないと。よし。ふぅ。ダブル先輩、よくこんな状況でちょっと待って、持ってかれたか。あ、持ってかれたようだな。まあいいや。このまんまな。普通に宇宙に出てて。よかった、これし。でだ。一回ちょっと待って、離れてた。どこがなんだかもうわかんねえ。よし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 。で、ここちょっと調べよう。違うな。なんかどっかにあるのか？これでもない。なんかマップ見れたっけ？そういえば。マップってどうやって見るんだっけ？思い出せねえもん。あ、これだ！なになに？どっかにあるか？あ、これ臭いな。これだろ。これこれ。あ、ロックオンできる。で、ロックオンして、ここに近づけばいいのか。どこだ？あれだ。行くぞ、オールドスペーシーへ。よし、結構離れてんな。29キロか。これあれですよね。結局、メインストーリーの状況だから、やっぱり22分でね。太陽が超新星爆破として、死んじゃうって意味では変わらないのか。なんか、ん？赤い点が見えたな。あれがそうか？おうおう、気をつけないとな。よしよしよし。ここら辺からちょっとスピード落としていこう。危ねえから。どれぐらいの大きさなんだ、あの新宇宙衛星ってやつはよ。待て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 。落とせ。落とせ。やっぱり。一層OK。急いで落とせ。おぉ。よし。これでちょっとずつ近づいていこう。なになに？どんな感じだ？あ、よく見えない。ちょっと待って。通り過ぎちゃった。ん？意外とちっちゃかったな。そう。結構難しいぞ、これ。近づくのが。よしよしよし。で、どうやら、写真がね、3つほどありましたけど、あの謎の影が映ってる時っていうのが、どうもこの、オールドスペーシーが、角度が40度に来た時に、何かが映るらしいんだけど、角度40度って言われてもな、どうしたらいいんだろう。これか。ちょっと待って。なんかあるな。いろいろ。ん？なんかここにレコーダーがあるぞ。ちょっと待って、危ね。あ、これ再生する。ガブロだ。管制局の要請により、新宇宙衛星で機器に問題がないことを調べている。ほらな。ホルンフェルス、私だって働いているんだ。衛星にいるのは別に構わないんだ。ここは平和だし、遥かな星々に囲まれて、ビロードのように柔らかな闇に包まれて。なんかあれですね。ガブロって詩人ですよね。間違いない。あくび。人眠りするのにぴったりだ。マジかよ。すげえ肝っ玉だな。あ、そうだ。レンズだ。よし、チビ衛星君、どこが悪いのか見てみよう。ふむ。管制局、どこも悪いところはなさそうだ。レンズにも傷も、ホコリもついていないし。スパークや激しい爆発の痕跡もない。つまり、機器の不具合の線は除外できるってことだろう。な、聞いただろ。君の状態は万全だ。引き続きここでしっかり働いてくれ。なるほど、壊れて、あ、これか。角度が、190度ってなってるな。ってことは、ここが、この数字が40になったときに、太陽がどこなんだ？太陽はどこ？あれだ。太陽を見たときに、あの黒い何か謎の物体が見えるってことか。ははーん。なるほどね。ずいぶんミステリアスだな。今回は。ちょっと待って、これさ、196ってことはさ、360度で一周でしょ？これ、ずいぶん時間かからないか。参ったな。そうね。じゃあ、とりあえずあれか。
角度がね、40になるまで、ちょっとカットして飛びたいと思います。はい、それではね、また後ほどお会いしましょう。はい、ですね、待っていたんですけど、その前にね、太陽が爆発しちゃいましたね。まあ、この難儀な感じも懐かしいですね。なんでね、今度は、もうすぐにね、オールドスペーシーに向かいたいと思います。はい。さて、急がないとな。よいしょ。そうなんだよな。22分ってね、思いのほか短いんだよな。いやいやいや。まあ、それがね、このゲームの面白さでもあるんですけどね。で、ちょっと待って。まずは、開いて、どこだ?これだ!よし!行くぞ!オールドスペーシーへ。どこだ?これだな。よし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 。おっと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 。漁師の月が映ってますね。で、気をつけないとな、また。14キロ、13キロ、12キロ。いやー、あの黒い物体が何なのかがね、気になりますね、すごいね。今からちょっともう怖くてしょうがないよ。そろそろあれか。速度落とすか。よし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 。落とせー。落とせー。よし。で、ちょっとずつ近づいていくぞ。よしよしよし。さてと。おっとっと。一応なんかね、自動操縦っていうのができるらしいんですけど、それだとなんかつまんないんでね、自分でこうやって、やっぱ距離とか速度をね、合わせてやってますけど、どうしてもその分ね、事故りやすいんですよね。まだか。ここ難しいな。そろそろ。うわ。微妙なこの、さじ加減が。600メートル。見えてきたな。見えてきましたね、オールドスペーシーが。気をつけないとな。ぶつかっちゃわないようにね。もうちょっと、こんなもんかな。よし。さて。お。で、今、角度はどんなもんだ?お、あぶね、あぶね。あ、ちょうどいいですね。24度。で、太陽どこだ?ちょっと待って待って。太陽こっちか。この角度で見たときに、何かが映るらしいんだよ。ほえー。で、映ったらどうすりゃいいんだろうな。そのままあれか、その黒い物体に向かっていく感じだろうな、きっとな。おお、正義の一瞬ですよ、これ。さあ、来るか ?31、32。いやー、怖いね。40度だもんね、角度ね。何が映るんだ?あとちょっとだな。ロック。俺もすぐにな、探査艇に飛び乗って。あ、なんか見え始めた。あれさ、皆さん見えますよ。じゃあちょっと待って、もう行っちゃおう。これな、どうやらあいつらもう動いてるっぽいからな。よし、行くぞ。これか。よし。で、あ、あれだあれだ。なんだなんだなんだあれ。おい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 。真っ黒い。丸いなんだろう。天体なのかな?これ向かって大丈夫なのか?おー。ブラックホールがなんかじゃないのかこれ。おー、ちょっと待て待て待て。あ、は、はん、ははん。すげえ怖いんですけど。え、消えた。あれ?あれ?太陽も消えた。あ、ちょっと待って待って。何これ?なんだこれ?ちょっと待って。え、なんだこれ?おい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 。この物体、なんかあるぞ。入り口がある。なにこれ?え?惑星じゃないのかこれ。うわ、なんだこれ?ちょっと待って待って。いろいろ突っ込みながら。おお。着地した。やばい。ちょっと鳥肌がやばい。
なんだこれ。え、宇宙船かなんかか。あ、なんかここにね、乗り物っぽいもんあるもんね。ほら。え、ってことはなんか異星人がいるのか。それともノマイかな。音楽が変わった。どこ行けばいいのこれ。ここかな。やばいぞこれ。なんかある。あ、あ、エラー、不明な言語。ってことはノマイじゃない。別の種族だ。嘘でしょ。なんだこれ。何？どうしたらいいのこれ。は？なんか。ん？何をしろと。あ、お、なんだなんだ。ライトで動くのか。なるほど。ん？ちょっと待って、これ。ちょっとしたパズルか。え？ちょっと待って。あ、開いた。うわぁ。不思議な世界だな。なんだこれ。あ、光った、光った。何？何これ？これは？回転ってなってるな。よし。あ、落ちた。ああ、え、え、川だ。なんで？嘘でしょ。おい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 、川が流れてるぞ。なんだこの世界。え？おお、ちょっと待って待って。おいおいおい。なんだこれ、ガンダムのサイドコロニーかなんかなのか。はーん。え、筒状ってこと？円状に川が流れてる。あ、なるほど。光でこれでコントロールできるのか。ぎょーえー。すげえとこ来たな。毎度毎度、本当に、この開発に驚かされるけども。うえー。こんなものがあったのか。前回からあったのかな。うおー、すげえ。言葉になりません。ラーラーラー、ラーラーラーって感じです。で、言語が不明ってことは、ノマイじゃないから、別の種族の何か？これなんだこの巨大な乗り物かこれ。街があるけど。何これ。あ、ランタン拾える。あ、壊れてますね。少なくとも、家があるってことは、なんかいるのかな誰か。ランタン落とすってできる。今回はそういうことができるんだね。あ、でも随分でも廃墟ですね。ボロボロっていうか、もう長いこと使われてない感じかな。ってことは、この種族はどっか、あ、あ、何これ。鹿の角っぽいのが生えてるな。顔はなんだこれ。ちょっとなんだ、袋っぽい？この種族が、ここにいたってこと？それとも、まだいるのかな？うえー、怖えよ。なんというミステリー。で、これは、ちょっとインディアンっぽいけど。あ、ここにも飾ってある。何族なんだ？なんだ？あ、なんか光ってるのがあるな。なんだこれ？ん？ランタン挿入。何？ちょっといろいろとしてよくわからない。なんかこれ真ん中になんか明らかに、インターフェースを使う。ん？なんだ？全身交代。なんだろう？ちょっと意味わからないな。勝手に今開いたけど。え？怖いんですけど、なんかいるの？幽霊とかいるのかな？勘弁してくれよ。よし、重力は普通だな。1.3 か、ちょっと重いぐらい？なんだこれ？ん？取り除くスライドリール。何これ？こっちにもあるよ。手が塞がっています。これは？なんだ？この巨大ななんか、チャンピオンベルトみたいなの。これで使うのか？あ、ここに挿入できるわ。はい。え、これでいいのかな？よし。ん？違うな。あ、そうか。ランタンがぶっ壊れてるから、ダメなのかもしれん。ランタンがちゃんとしたやつじゃないと何も起きないんだろうね。ここの部分ね。そうですか。いやー、すげーの、これ。よくまあ、こんなこと考えるわな。これ。企画の人間相当クレイジーですよ。で、もう一個あったな。よし。これ持っといてと。これにね。よし。
じゃあ、ちょっと、わからないから、これ以上は。他のね、あっちとか、ちょっと怪しいとこ行きましょうか。よ、少なくとも、これを作った奴らはいるのかいないのか。ですよね。この感じだともう死んでそうだけどな。ノマイも結局ね、もう死んじゃってたからな。んなんだここ。怪しいな。あ、これ、あ、これ壊れてないランタンだ。なんだこれ。あ、この人たち。なんかイカダっぽい感じか。さっき俺が乗ってたやつですね。で、絵がうまいですね。釣りしてるよ。あ、まあ、いいや、とりあえずこれでちょっと、あのね、装置が動くかもしれない。よし。行きましょう。よし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 。いやー、ちょっと驚いたなー。今回はこういうマップですか。で、なんかもうガッチャンゴン音がするから怖いんだけど。で、ランタンを取り除く。これで、設置と、あ、やったやった、映った映った。で、これを使うと。で、全身。なんだ。あれは宇宙の目かな？太陽系は、ここの太陽系だろうな。はい。宇宙の目が、何かシグナルみたいなものを出している。ん？この宇宙系のお隣の太陽系かこれ。に、え？シグナルが届いて？あ、この鹿の角を持った種族のとこまで来てたんだ。シグナルが。で、なんか見てますね。はいはい。じーっと見てます。で、宇宙の目を発見すると。うわ、怖いんですけど。何？おう、なんてこったって感じか。鹿の角をね、握ってますね。なんだ？ん？あ、なるほど。おい、みんな来てみろよって感じか。ブラザー。みんな来ましたね。わらわらと。で、おい、どっか、あそこからシグナルが来てるぞと。あ、みんな、うわーってなってますね。あ、なんだこれ。焼け焦げて見れないのか。何？何？なんだこれ。はい。あ、なんか宇宙船かな。宇宙船で、隣の太陽系からこちらの太陽系に移動してきたのか。え、それ今乗ってんのが、この宇宙船のことかな。あ、終わった。はーん。なるほど。別の太陽系から来たんだ、この人たち。この、これに乗って。要は、宇宙の目を発見してってことだもんね。だから、あれと一緒だよ、ノマイと。あ、なんで勝手に動くの、これ。え？これもしかして光で反応してる？あ、光で反応するのか。で、これ止めると？あーん。なるほど。ここの人たちはあれなんですね。光を使って、ものをね、動かす感じなんだね。じゃあちょっと待って。他もちょっと探索するか。このゲームな、22分でな、終わっちゃうからな。急がないと。他なんかあるか。ん？こっちは？これはどうせ読めないだろうな。うん。なんかあっちの奥にもちょっと家があるけど。これはなんだ？あれか、イカダをあれするところか。止めるところか。で、こっち側にもなんかある。あ、ちょっと待って、幽霊物質があるっぽいな。やばいな。写真モードにして、よし。あ、あっち側が、ちょっと幽霊物質ですね。あ、なるほど、ここの、乗り物にも幽霊物質があるってことは、あ、わっぶね。え、じゃあ幽霊物質で全滅しちゃった可能性があるかもな。ねえ。ここまで飛んできてるってことは、ちょっと待って。あ、入れないな。ってことは、この場合上か下だろう。ちょっと待って待って待って、あぶね。あぶね。下かな。血入れる？入れそうだな。あ、下から行くのか。よし。ビンゴ出す。で、よー。あ、ここも幽霊物質がある。ちょっと待って。出して、間違えた。押して、ここだ。あ、ここだけあるのかな？
他は大丈夫だな。ちょっとこれ危ねえな。何があった？なんだこれ、なんだこれ、拾う異物。え、おお、何これ、銃かなんかか。集中と隠すってのがあるんだな。何これ、え、何これ。で、隠すが、はい、あ、何これ、え、謎、あ、ちょっと落ちちゃった。謎すぎるだろ。いててててて、相変わらずだな、もうこれ。ほう、登れない。え、ちょっと待って、何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 が起きたの、何が起きたの。え、ちょっと待って、なんで水、ちょっと待って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 、何が起きた意味がわかんない、なんで沈んだんだいきなり。え、何、どういうことだ。あそこ決壊したってことか。ちょっと待って、ちょっと陸に戻る一回。うえぇ、何が起きたんだよ、もういきなりよ。このゲームほんと怖えな、毎度毎度。よしよし、はぁ、あ、よいしょ、登れない、ちょっと、よし、ふぅ、あれ、ちょっと村が水に沈んじゃったよ。決壊したのか、これもしかしてあれかい、時間で沈むってこと、これ。うわぁ、なんて厄介なギミックしてるんだ、毎度毎度。そういうことだよね。だから時間で水で進めなくなっちゃうんだよ。沈んでだったりとかして。うえぇ。で、そもそもこの機械なんだよ。この、これでなんか掴むのかな？要は、掴んで包むだから、そうか。わかったよ。餃子の皮をこれで掴んで、具を入れて包む。そういうことじゃないの、これ。これ。料理器具だろ、これ。そうか、この種族あれか。餃子とか多分水餃子が好きなんだね。うん。水餃子って言えばあれだな、横浜の中華街にね、三島っていうね、すっごい美味しい水餃子を出すね、店がありまして。ええ。おすすめでございます。多分ネットでも買えると思うんでね。うん、山に東と書いてね、三島ってね、三島省のね、三島ですけど。そんなことはいいんだよ。どうすんだ、これ。これじゃあれだな、ちょっと待って、あのイカダに乗ろう。ちょっと待って。よし。ちょっと、この水の中なんか生物とかいないだろうな。よしよしよし。乗るぞ。よ、よし、乗れた。あぶね。はぁ。すげえな、しかし。今回も。これであれか。運転するのか。よしよしよし。で、問題はこの異物何に使うかだよな。まあどっちにしても今のところちょっとね、わからないだろうから。おー、ちょっと待って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 。すごいよ、これ。危ねえ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 。なんか塔があるな。はい。よし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 、ちょっと待って。やだ、落ちたくないです。これどっから行けるんだ。こんなのね、なんかね、ディズニーランドとかにありそうだな、このアトラクション。ちょっと待って、どっから登るのか。よー、いっとけ。よし、いけた。ふぅ。またこれ、ずいぶん意味ありげな塔だな。うん。危ね、落ちるとか。このゲームね、もうね、しらみつぶしにね、探していかないと、自分でね、時系列を、つなげていかないと、なんだかよくわからないゲームですからね。これもそうか。はいはい。同じかな。うん。同じか。でもこうなっちゃうとちょっと探しようがないよな。よし。あっちがちょっと行けそうだけど。いいよ。うわ。水の流れが。危ね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 。よし。なんだここ。もう壊れちゃってる。これあれか、宇宙の目っぽいな、このマークね。で、あ、ここに酸素？違う、ジェットパックの燃料か。覚えておかないとな。なんもねえな。これといって。あー、もう沈んじゃってるからな。ちょっとな。困ったもんだよ。あ、あっちにもあるな。ちょっと行ってみるか。行けるかな？川の流れにちょっと沿って。逆らっていくのはちょっといけそうか。
うお、これ水の下とかにもなんかありそうだよね。よし頑張れ。いやしかし随分難儀なもの作ってくれたの。よし、いけた。よし。なんだ。あ、ここもスライドリールか。なるほど。あ、そういえばあれだな。さっきのスライドリールのところもう一個見てなかったな。忘れてたわ。まあ、なんもないのか。ああ、水で漏れちゃってるよ。最悪だな、これ。あ、ここにね、スライドリールがあったんだね。なるほど。こっちは？じゃあ、外に出んのか。うわ、ちょっと待って。あ、あそこは手が塞がってんのか。謎のこの、水餃子の皮を包む機械があるから。で、覚えておかないとな、これな。もうそうなるとあれですよね。あの、ダムっぽいものが決壊する前に、ちゃっちゃと見ないとまずいってことなのかな。そんなに時間がない気がするな。22分で、あの、超新星爆発が起こるでしょ？ってことは、どういうことだろう？半分ぐらい？ 11 分ぐらいでダムが決壊するのかもしれないな。確か光ったランタンが、あー、ちょっと待てよ、もう。くっそ。ちょっと何が起きたの？ちょっと待って待って待って、危ねえよ。よし。屋根伝いに行く。よーし。おっ。そこ行けるかな。よー。ダメだ。クソが。下とかある。なんもないな。待って待って待って。結構な。水の流れがきついんだよね。よしよしよし。よし。よし。よっ。ここら辺から行けるか。よし。よし。ふぅ。ああ。これは大変そうだぞ。よし。ここにランタンがあったはず。よーし。さてさて。これあれかな？水に落ちたらランタン消えちゃうかな？なんだ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 。なんか音がしたぞ今。あーおー、塔が壊れた。さらに時間差で壊れたりすんの？これはちょっとエグいですよ。あ、やばい。超新星爆発の音が聞こえる。全然調べらんねえ。マジか。せめてスライドリールぐらい見たかったけどな。よーい。よし。これぐらい見れるじゃないか。ちょっと待って。ここじゃないや。急げ。ランタン挿入。よし。見るぞ。なになに？あれ？なんだ？うっすらと鹿のやつが現れて、なんか火をつけましたね。なんだこれ？鎖が繋がった。あ、終わった。うわ、意味がわからん。とりあえず旅行記録にね、更新されたけども。まあいいや。じゃあもう一回ね、戻ってきてね、急いでいろいろ見ましょう。ダムがね、決壊しちゃう前に。ねえ。ひえ、すげえもん作るな、毎回毎回、この開発、本当によ。それじゃあね、超新星爆発起こるので、後でね、またお会いしましょうということで。あ、塔も完全にぶっ壊れちゃった。あ、なんかこっちあるの？なんか穴がある。何これ。え、ちょっと待って、何この穴。よいしょ。うわ、暗い暗い暗い。あ、ちょっと落ちちゃったの。ん？これ実は下から行けるとかそういう落ち？あ、これ下繋がってんだ。あ、洞窟でな。はい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 。暗くてよくわからん。よいしょ。こういうギミックがあったのか。よし。あ、来ましたね。太陽のね、新星爆発の波が。綺麗だけどな。あ、終わっていく。
今回もかなり厄介そうだな。とにかくね、今回恐怖緩和ね、モードがあるってことは、何かしら怖いイベントが絶対起こるはずなんだよな。それが嫌だわ。今からもう。あ、なんだ?おい、ちょっと待って。発射コード?はい。持ってますよ。発射コード。私は。なんかいろいろ喋りかけられてるな。勘弁してくださいよ、もう。時間がないんですよ。私は。もう。1分1秒争ってるね。ビジネスマンなんでね。じゃあ、またあれか。ちょっと待てよ。まずあれだ。旅行記録を見ろ。ね。こっからだね。はい。あ、あれ流れ物って言うんだ。はいはい。いろいろ増えましたね。流れ物か。なるほどな。はいはい。ある種のクローキングフィールドの中に隠された人工の巨大感情変態。パーシアのものでもノマイのものでもないようだ。まあ、どっちにしてもだからあれでしょ?ステルス状態になってるってことだね。あの人工の巨大な、なんだろう、スペースコロニーみたいなやつが。だから相当科学力高いですよ、これ。あの鹿のね、角が生えた種族って。で、密封された保管庫があって、はいはい。なんだかよくわからないな。まあ、とにかくね、片っ端から見るしかないけど、少なくとも今回はスライドリールって感じで絵で物事をね、把握していく感じなんですね。要は、ノマイの場合はね、あの文章を読みながらどんな感じのことが起こったんだろうってことでしたけど。あ、ちょっと待ってよ。ってことは、一回もう流れ物見つけたから、これでもうあれか。なんつうの?こうしとけば、二回目からもう、そのまま直に行けるのかな?行ってみよう。よし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 。ってことは、前回からずっとこの流れ物ってのは存在してたんだね、ストーリー上は。ひえー。すげえな、おい。もうこれ考えたやつクレイジーすぎるだろ。あーん。もうすぐ近くにあったんだね。このでかい人工的な物体が。うわー。すげえ。もう初っ端からちょっと鳥肌立ってるんですけど、俺。で、この中入ってって。はい、行きましたね。よし。で、ここ、入り口と。こんなもんよく作ったな、こいつら。何者なんだよ。よし。でだ、急いでとにかくな。片っ端からいろいろ調べないと。で、ここだよね。よし。で、光で動くんだよな。まだ。ここだ。もうちょっとか。よし。あれ、なんか、さっきとちょっと出てく入り口が違うな。あ、これがね、決壊するんだよ。時間で。急がないと。イカダを押す。はあ、はあはあ。なるほど。で、さっきどこだった?あ、あれが異物があるとこか。あ、異物のマークがあるもんね。これね。あそこはだから異物が置いてある部屋ってことなんだね。で、とりあえずまずスライドリールだよ。あれ、なんだ、動かなくなっちゃった。座礁したから。で、ここか。よーし。急げ。よいしょ。よいしょ。ほいっちょ。お。で、上にあったな。よーし。これを見たんだっけ?こっちが見てないのかな?急いで急いで。で、光るランタンがないとダメだから、あれか。あれ飛べるかな?よーよよし。でだ。あの、異物もね、何に使うんでしょうね。ちょっとね、気になりますよね。よ
まさか本当にな、水餃子を作る機械ってわけじゃないだろうし。よっしょっと。さて、今度は何が映し出されることやら。よし。さあ行くぞ。焼け焦げてて見れないな。あ、何これ。あ、棺か。さっきなんか光ってるな。なんか閉じ込めたのか？まただよ。なんか怖いんだよ、もう。また火を灯して。あ、鎖を。なんだろう。よくわからないな。棺をなんか入れて、あれしたんだね。閉じ込めた感じ。で、あとどっか調べてないとこあるかな。あそこは異物があるとこで、ここはね、光ったランタンが手に入ります。もうあっち行っちゃった方がいいかな。あっち行っちゃおう。な。いよーっと、ここに型があるから、これ、使って。なんかあるか？ないな。あ、ダメだ。押さなきゃダメか。イカだな。よし。よし。待て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 。ちょっと待ってくれー。ちょっと。やばいやばい。いってよー。ちょっと待って待って待って。いって。やばい、死ぬ。死ぬ。死んじゃったんですけど。やべえ。川さ、怖えとこだ。やっぱ自然を舐めてちゃいけねえ。川を舐めちゃいけねえだよ。やべえ、もう死んじゃった。そうか、川ちょっと落ちんの危ないね。くっそ。またここかよ。上、また行かなきゃいけないのか。なるほど。それじゃあね、ちょっとね、カットしますんで。はい。後ほどね、お会いしましょうということで。よし、帰ってきたぞ。さてと、なんか挟まってんな、よし。ちゃっちゃと行くぞ。動かして、ここら辺。ダメか。あ！ちょっと間違う違う違う。あ、ちょっと、行き過ぎた。急いでるというのに。ここ。もうちょっと。もうちょっと、よし。出た。川がね、危ないってことがね、分かったんでね。なんか今あっち側になかったか。あ、なんか家が一瞬見えるな。ちょっと待ってよ。あっちも見たいとこだ。ん？よいしょ。こっちもなんかありそうだね。よいしょ。あ。お家がある。これか。これも光で開くと。開け、ゴマ。あれ？これあれだな。ただの、イカダか。あ、なんかある。なんだこれ。え、なにこれ。え？なに？回転。おお。これもエラー。あれ？これなんだ？これはどこに繋がってんだ？よっ！ん？どこだこれ。あれ？戻ってきたぞ。入り口が二つあるってことか。よくわからんな。よし。さてさて。それだけか。じゃあ探索をね、再開しましょうかね。かなさそう。かな？いやーしかしすげーマップ作るな、ほんとによー。これ、状況一してるぞ。よし。お！行くぞ！のろしを上げろ。で、こんな感じか。意外とあれだな。コントロールが
すぐ曲がってくれますね、光で。あそこ危ないな、ちょっとな。激流になってるから。気をつけねえと。いや、ちょっと待って。危ねえ。よし。乗りこなせ。男だろ。で、ここだ。よし。ここにもスライドリールがあったはず。で、あの赤いじゃないよ。光ってるところに多分イカダが止められるってことでしょ、これ。よし。いいよ。うまくなってきた。よし。で、あそこにスライドリールが見えるとこがあって、急がねえとな。なんかあるか？ここ、壊れたとこね。なんもなさそうだな。よし。まずランタンをな。回収だ。よし。でだ。これまた随分。やっぱりあれですかね。自然とね、あと水っていう感じなんで、やっぱりそういうのを愛していた種族なんでしょうね。自然をね。こっちなんだ。これなんだ。お。っていうかあれなんだよな。この人たちの、怖い。何これ、顔消されてるんですけど。なんで、え、なんで顔消されてんの。しかもなんかあの、角が一本ないな、こいつ。ちょっとホラーっぽいよな。あ、ここにも光るランタンがあるだけ、もしかして。何これ。あ、なんか入れられんの。何これ。なんだ、隠し通路のことか。知ってますよ。さっきあれでしょ、塔の下でしょ。知ってますよ、もう。なんだよ、もう。それが分かるところってことか。なんだよ、もう。知っちゃってんだよな、こっちはよ。で、どこだったっけ？あっちか。だから、ノマイ族って、あの幽霊物質によって死ぬじゃないですか。で、鹿まれがね、いろんなとこにあったじゃないですか。ノマイさんの仏様が。だけど、ここ何もないんだよな。だから彼らは逃げられたんですかね、あの幽霊物質から。ちょっとよくわからないけど。ここにいる人たちはどうなったんでしょうね。で、どっちを見たんだっけな、もう思い出せないよ。これを置いて。今回あれだな、読むんじゃなくて、絵を見るって感じだから、ちょっと楽だな。よし。おいちょ。おいちょ。ちょっと待って。まだあったかな。スライドリール。あるか？ないな。二つか。よし。じゃあ見てみましょうかね。楽しいですよね、毎回ね。何が起こったのかね。見るのかね。これかな？ちょ、見たか？宇宙の目があるな。あ、宇宙の目、やってきました。で、なんか杖みたいのをかざしてますね。スキャンしてるぞ、おい！宇宙の目を。どんな科学力なんだ？で、何？はい。宇宙の目が赤く光った。爆発してる感じ？これ。はい。ああ、なるほど、宇宙の目がな。結局新たな宇宙が生まれるときにビッグバンを起こすので、死んでる、みんな。え、どういうこと？え？もう、ちょっと、びっくりしてますね。うわ、なんてこったって感じか。え、何？この人たち未来が見れるってこと？なんだ、おい。ちょっと待って、怖いんですけど。あれ、この人たち指がいっぱいあるな。指が5本ある。人間と一緒だ。え、何？どうした？なんだ？あ、燃やしてる。何を燃やしてる？これ、宇宙の目の家みたいな？あ、なんだ？見れなくなった。もう見れないか？お、なんだ？はい。彼らのな、宇宙船らしきものが。
黒くね。あ、終わった。なんだろう。ちょっと意味がわからないな。宇宙の目のシグナルをキャッチしてやってきたんだけど、どうも彼らは未来が見える力があって、で、宇宙の目が後にビッグバンで、まあ、太陽系も自分らももろとも吹っ飛んでしまうってことが分かって、ブチギレたってことだよね。ブチギレ混合ってことです。はーん、そういうことか。これさっき見たかな。あ、これさっき見たな。問題はこの棺だよな。なんかロックしてってるけど、どんどん。まあいいや、ちょっと時間がねえから。なるほど。あとなんか見えるとこ、あ、それであそこのな、宇宙の目の家みたいのが、燃やされちゃったんだ。なるほどね。川なんかあるかな。こんなもんかな。なんか。とりあえずあれだ。ジェットパックの燃料をな、まず補給してだな。で、他も探索しないといけないんだが。少なくとも、の前の人たちって宇宙の目を信仰してたじゃないですか。ってことは、この種族も宇宙の目に関しては、信仰心があったんだけど、結局宇宙の目が爆発するので、騙されたくっさーってなって、燃やしちゃったってことですよね。で、その彼らは一体どこ行っちゃったんだって話。じゃあ次どこ行く？これ。うわぁ、なんだこれ。ちょっと待て。え？なんか3本ぐらい川が流れてるけど。どこ行こうかな、これ。どうしよう。ひとまず、左手から行くか。左真ん中、右か。ね。丁寧に一個一個ちょっと、やっていかないとよ。わけわかんなくなる。で、こっちか。よし。いやしかしなぁ、そろそろダムが決壊して、大変なことになりそうだけどなぁ。待て。よしよし。いやしかし今回な、こんな川下りさせられるとは思わなかったなぁ。おぉ、危ねえ、ちょっと待てって。うえぇ。あ、なんかあるな。おぉ、ちょっと待ってくれ。やめてくれ。自然怖え。で、ここに止められる。よし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 。いける。よーし。さあ、来ました。え？ちょっと待って。あれ、ダムか。ぐるりと一周してきた感じかな。なんかあるかな。なんかあるか。ないな。地に階段があるんだね。なんだこれ、なんかちょっと意味ありげな感じだな。何があるんだ。あれ、なんかあんなとこにすっごい意味ありげな建物があるけど、これ行けないな。あれどうやって行くんだろう。回り込むのかな。どっちしてもこっちからじゃいけないや。参りましたね。他はなさそうだね。これだけか、ここ。じゃあこのまんまちょっと進むか。よし。ねえ、あそこ行きたいですね。で、なんかこのイカダに乗ってる時のね、この BGM もいい感じですね。で、ここが、あれだよね、ダムが決壊する裏側だよね。ここね。あ、ここもなんかいろいろありそうだな。いろいろあるな、もう。とりあえずあそこに止めよう。なんか旅行記録が更新された。あ、ちょっと BGM が変わった。
よし。よし。ふう。で、言語は読めないな。なんだこれ。ん？なんだこれ。またあれか？なんかパズル形式か。あ、これで合わせんのか。今んとこわからんな。ここら辺はなんか入れそうな感じですね。あ、なんか入れそう？これもしかして。入ってみますか。はい。よいしょ。おお、びっくりした。なんだよ、もう。あ、これダム決壊したかな？もしかして。偵察機を発射するだろう。なんで？あ、あそこにパスワードがある。ちょっと見えない。ちょっと待って、もうちょっと。ここら辺か。ちょっと待って。なんだ？太陽、目、火、目、火。太陽はとりあえず置いといて、目、火、目、火か。よし。で、目、火、目、火。よー！意外とすぐ近くにパスワードがありましたね。太陽？どれだ？これか。太陽、目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 。これかな？目。うん。これっぽいな。で、火か。目、火、目、火。あ、入った。よーし。何があるんだこれ。なんだ？あ、ここにね、ジェットパックの燃料がありますね。なんかぶっ壊れてるの。なんだこれ。かなりちょっと意味、あ、さっきのところか。へぇ、これなんだ？ん？これは、あれかな？流れ物がこれか。本体か。で、なんか、バツになってるな。見えない。なんかハンドルがバツダメーってなってて、で、こっからなんか飛んでってるの、なんかが。こいつが。はい。ここが壊れちゃってるみたいな感じかな？これなんだろうね。川？川と関係ないか。なんかあるかな？もうないか。これだけか。謎だらけでよくわかんないな。これが壊れたってことかな？ねえ。そういうことだよね。きっとね。で、他は？こっちか。よし。いや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 。これあれだなぁ。もうダムが決壊すると、いろいろと、ね、いけないとことか出てくるからね。何度も来そうだな、ここ。あ、こんなとこにランタンがある。ランタンがあるってことは、これがあるってことか。スライドリールをね、見れる映写機みたいなものがある。ってことは、どっかに、スライドリールが、ん？なんだ。あ、木だ。ん？なんだ？よし。ん？どっか、あんのかな？ないな。下にあんのか？あ、あそこにあるな。よ、よ、よ、よし。こんなとこにあんのかよ、お前。ふざけんなし。よ、よし。あ、取りにくい。ちょっと待て。よし。他は？下とかあるか、これ。スライドリール。ないかな？これだけかな？あ、これ、ちょっと待って、どうしたらいいんだ、これ。戻れなくなったぞ。困ったな。よっ。よし。これ、早いことな、これな。ダムが決壊する前に見ちゃわないと。よし。よし。これ。さて。今回は何がね、映し出されてるんでしょうかね。うんうん。また焼けてて見えないのか。ん？何も見えんぞ。頼むぜ、おい。あ、何も映っていない。そう。なんか今一瞬なんか、ちょっと角がね、見えますけど。
え、あ、ちょっと映った。なにこれ。はい、さっきの棺かな。ああ、なんだこれ。あ、川に沈められた。いやー、よかったよかったって感じですね。え、全く意味がわからない。なんだろう。終わった。嘘でしょ、これで終わり。ちょっと待って、川よ。ちょっと待って、もう一個ぐらいありそうだけどな、どっかにな。こっちにあるか。ちょっと待って、あ、これじゃないや。なると、こっちかな？ここから来たのか。あとは、あれもないのか、これ。二つぐらいあってもおかしくないのにな。ないね。あれ、棺が入ってるやつか？川に沈められたはずなんだけどな。どういう状態なんだろう。わかんねえな。こんなもんか。よし。なんかな、さっきからな、リールが2つ2つあるから、もう1個ぐらいあってもおかしくなさそうなんだけど。ないのか。ちょっと探しとかないとな。ここに1個あっただろ？で、ここにはないね。内側にあるとか。ないか。これで指名かな。さて、じゃあちょっと待って。あれ、ちょっと気になるな。ちょっと待って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 。ほっほっほっ。このままちょっと泳いで渡ってしまおう。行くぞ。ほい。よーし。あん中に棺があるって感じか。あ、やばいな。ちょっと流されてるな。ちょっと待って、頑張れ。頑張れ。ちょっと待ってください。あ、これ下から行けそう。あ、下から行けるじゃん。なるほど。これも下から行くパターンか。で、何があるんだ、これ。お、暗い。あ、棺があるよ。なんだこれ。あ、青白いあれですね。焚き火ですね。マシュマロ焼くか。これで焼くとどんな味がするんでしょう。あー、焼けてる焼けてる。食べてみましょうか。美味しいらしい。これなんだろうな。なんかを封印したっぽいけどな。なんかそれ以外もなんもないのか。なんもなしか。謎だらけだな、おい。ほんとによ。どっか行けるか？よいしょ。よし。よいしょ。力上がれそうな感じがするけど。今回はほんと水浸し会ですね。濡れまくってますけど。あれ、これいけない、ここからじゃ。岩から上がれるかな。いけないかな。よー、よいしょ。よいしょ。いけるか、ここからジャンプすれば。よっ。はっはっは。この上か。これ、あ、ここからいけそうだな。よし。よいしょ。あー、くそ。よし、いけた。なんかあるな。なんだこれ。あ、さっきの構造か。あ、下から行けるよっていうヒントか。だからもう知ってるんだってん。てか終わっちゃうな。マジかよ。次はここか。よし、ジェットバッグの燃料。なんなんだろうな、あれ。ぐぬー。ほんとにもう。22分短け。で、あ、ここでね、ここからね、下げたのか。川に沈めたって感じでしたね。まだ上があるな。ちょっと待って。急いでちょっと見よう。よし。何があるんだ、この上。なんもねえや。
北東石って出す。よし。もうしょうがない。終わっちゃうから。じゃあ、ここまで戻ってきて、次はどこだ？要は川が3本流れてたところを真ん中行く感じかな。今んとこ全く話の、なんですかね、脈がよくわからないですけどね。はい、死んじゃいましたね。なんかね、結構ね、ミステリアスなね、謎が多く、発見できましたけど、全然わかりませんね。今んとこね。少なくとも、外のね、太陽系から別の種族が、宇宙の目のシグナルを追ってきて、で、なんだか知らないけど、その種族は未来が見えるわけですよね。なんか杖でスキャンしてましたよね。で、宇宙の目が爆発して、太陽系も自分たちも滅ぶっていうことが分かったので、なんか、ブチ切れて、まあ、宇宙の目の、ああいう、施設を燃やしたいとかしてるってとこもね、分かったけど、あのね、なんか、棺とかもよく、いまいち意味が分かんないしな。まあいいや、とりあえずね、じゃあまた、流れ物に行きたいと思います。テイクオフ。よし。今回でもあれだよな。マップが近いから楽でいいですね。木の露辺のね、すぐ近くなんでね。あ、でもそうしないとな、22分だとね、全くね、マップがね、探索できなくなっちゃうから。どうしても近くにね、置かないと、いろいろとバランス的にまずいんでしょうね。やばいやばいやばい。スピード落とせ。スピードを落とせよ。よし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 。よっ。そろそろか？怖いんだよ、もう見えないからさ。近くまで行かないと。まだか。来たな、よし。で、どこだ、入り口は。あれか。しかし、すげえもん作ったな、この種族、ほんとに。よしよしよし。ちょっとだんだん、慣れてきたぞ。久々なんでね、ほんとに。よーっと、いえ。到着。さあ、ちゃっちゃとね、調べに行くぞ。あとは、この種族がな、生きてるんだか生きてないんだが。どっかに隠れてんだが。よし！完璧。さあ、行きましょうか。稼働して。で、三つあって、あ、でも真ん中は行っても意味ないな。同じだもんね。左と真ん中ね、ルートが。じゃあ、あれだ、一番右だ。右だ。なるほど。待て。そこ行ったら、あ、待ってよ。やべえと書いちゃったか、これ。まずいな。始まっちまったよ。よし。イカを押して。違うんです。よし。よいしょ。あー、バカ。あー、釣り上げられる。もう、やめてくれよ。で、もう結構川の流れがね、急なんでね。え？あれ？あっちだけどどうやって行けばいいんだ？行って。あっちもうちょっと。おぉ。おぉ。これはすごいね。ほんとに。で、ちょっと待って。あっち行かないと。右へ。で、こっちで。こっちか。なんかいろいろな見落としてそうなものはあるけど、しょうがないよね。で、こっちか。あれだね。ここでもう一回右へ曲がるんだよな。ここら辺だ。右へつけて、ついちゃう。うわー、やべえ、落ちたら死ぬ。ひー。こっちか、こっちだ。こっちだぞ、お前ら。よし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 。よーし。こっちだな。あ、ありましたね。うわ、すっげえな、これ。
谷に家が建っている。よし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 。ふぅ。かぁ。やっべえな、これ。てか、未だにあれですね。ここの種族の屍が見つからないから。ね、いるんだかいないんだか。ん？よいしょ。これなんだ？何？ん？何？あ！エレベーター的な？うん。これ、あれですかね？住居ですかね？ああ、ちょっと調べるとこ多そうだな、俺。一個一個ちゃんとな、丁寧にな。調べていこう。ここは？下と上があるのか。なんだ。あ、これはあれか、イカだか。あれ、これはいけないのか、近いじゃん。絵があるな。なんだこれ。ん？なんだこれ。この意味ありげな感じ。ん？三つあるな。これいけないのかな？こっちからじゃいけないか。どっか別のどっから入れんのかな？この扉の中ってことか。でもこれ入れないしな。ダメだね。ここはイカダだからダメで。どっかからか行けんのかな。で、こっちか。ちょっと待って。あっちも見てないから、まず、こっち全部潰しとかないとな。こっちのサイドね。なんかまたあるな。落ちたらやばそうだね。ここは？なんもないか。よし、こっちだな。で、あ、なんかすごいのがあるな。あ、さっきのあれか。光るランタンがあるところか。ここも？一緒か。じゃあ、とりあえずランタンをね、一つ、取っていきましょう。何？何？怖えな、もう。で、ここか。よし。さあ何があるんだ。あ、ここで見れるのか。よし。入れてと。ここにあれだな、異物があるな。これもな、全くな、何に使うんだかな。全く意味がわからんけど。で、どこかにスライドリールがあるはずだ。あった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 。何個ある？スライドリール。2個。まあ、だいたい2つか。ね。スライドリールね。で、今回は、どんな内容なんでしょうね。さあ、見てみるぞ。よし。はい。あ、またさ。怖いんだよ、なんか暗闇からスーッと出てくるから、こいつら。また火だな。あ、で、3つ目封印。終わった。これだけか。意味が全くわからないな。何を封印したんだろう。よし。さて。置いて。よいしょ。よし。よし。よっ。さあ、こっちに何が映ってるんだ？あ、廃屋を見てますね、彼らはね。うん。で、どこ行ったんだ？なんだ？はい。みんなで会議ですね。集合って感じですね。なんか映ってるな。どうした？あ、なんか絶望してますね。はい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 。焼けてる。ああ、見れないよ、もう。これ以上見れないのか。マジかよ。あ、見れるな。ん？なんだこれ。みんなで？あ、
これあれじゃないの？手に持ってるの異物じゃねえの？どうした？どうした？あ、おネームの時間？あ、こうやって寝るのね、彼らは。異物を持って寝る。あ、異物になんか火が灯って、おネーム。はい、寝てますね。ん？ん？戻ったか？ちょっと待てよ。ってことは、異物を使って何か寝るといいのかな？ってこと？だから寝る場所なんてあったかな？謎だらけだな。今回のな、ダウンロードコンテンツな。これ下降りれるのか。ちょっと待って。降りる前にちょっと他も、見とかないとね。怖っ。ああ、なんだこれ。すげえ、なんだこれ。怪しすぎる。ちょっと待って、先にこっち、見よう。危ねえな。よし。あれ入れない。マジで。どっか別から入んのか。あ、ちょっと待って、これは。落ちたくないな。先にこっち行っちまうか。よし。洞窟か。何があるんだ？あーっと、幽霊物質切った。ちょっと待てよ。え？大丈夫なのかこれ。ここはまずい。こっちか。はい、はい、はい。え？ちょっと待って。こっちか。よし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 。で、出るな。あ、さっきあっちから見てたとこか。逆側に出たのか、これ。だよね。じゃあ、こっちに何かあった気がするんだけど。うおー。やばそうなとこだな、おい。ほいちょ。よし。あ、ここにもね、目のマークが壊されてるな。相当激横プンプン丸だったんですね。チェックシャーってなったわけでしょ？せっかくここまで来たのに。なんだこれ。え？またかよ。どっかにあるのかな？パスワードを入れるものがどこかに。ん？また洞窟だな。よし。多分近くにあるんじゃないかな。あ。あれ？あれ？ちょっと待って。俺戻ってきた、もしかして。あ、戻ってきたな。なるほど。じゃあ、しょうがないから、壊れたところ行ってみるか。ああ、危ないけどな。あそこから行けないってことは、あそこから行くのかな？え？マジでこれ。怖すぎるだろ。行くぞ。よっ！はい、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。よし。あれ、入れないな。あ、なんかスライドリールがある。くっそ。どっか入れるとこないのん？こっから入れるのか。よし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 。あれ？さっきスライドリールなかった？あれ？待てよ。え？よっ。開ける？これ開けておしまいか。あれ？なんかあれかな？偵察機かなんか送り込むのか？よっ。はい。ん？なんかありそうだな。ちょっと待って。なんかありそうだけど。ん？あー、そういうことか。動いてるわ。なるほど。これで、そんな難しすぎだろ。ちょっと待って。こうして、今だ。よーし！これで開いたのか。冴えてるね、俺。偵察機の光でな、裏から開けるのか。なんという。で、ここにスライドリルが一個あるの。はいはい。あとは？これは、関係ないか。で、戻りましょう。よし。よっ。よいしょ、よいしょ。
ちょっと降りてみないといけないけど、先にこのスライドリルのね、中身を調べてたね。俺、高所恐怖症だから、こんなとこ住めないな、絶対。高すぎて怖いもんな。こことか絶対俺歩けないですよ。うん。で、これか。あ、なんだ。怖えよ、もう。何が起きたんだよ。よし。なんだ。これは。よいしょ。ん？これは？これはあれか。この、なんだ？あ？どうした？どうした？はい。この流れ物のあれか。あー、なんか壊れて、入れるとこが一箇所あるってことか。ほらね、穴開いてるもんね。なんか知らんけど爆発したのがドカーンって。じゃあちょっとまたね、今度来るときにちょっと調べましょうか。船体に亀裂が入ったってことか。レザー。あとは。エレベーターで降りよう。戻ってきたかね。うわー、だぶんね。え、なになに。あ、ダムが決壊したんだ。うわ、えっぐいな、本当に。で、ここはなんかあんのか。下は、いや、もう海だな。海っていうか、川か。あれ、なんもねえな。これといって。なんてこった。なんかあんのか。ん？ただ下に降りれるだけ？ああ、いけないってことはないけどな。ジャンプすれば、あっち今当たれるかな。いやー。参ったね、これ。どっちにしてもあれだな。パスワードが一個わかりませんでしたね。どっかにパスワードねえのかな？パスワード。よいしょ。洞窟抜けたったとこだよね。あのパスワードなぁ。どこで知ればいいんだろう。これね。意外と近くにあったりしないのかな。ないか。さて、どうしようかな。よいしょ。よっ。意外とあれだな。他どっか行ってないとこあるかな。よいしょ。こっちは？あー、そうか。これだけか。なしだな。少なくともこいつを使ってなんか火を灯すと、なんか起こりそうだよね。眠ってさ。感じはするんだけどね。よし。どっちにしてもちょっと待てよ。ここから渡れるかな？行くぞ！よーしょっと。ガダがあるか。ガダに乗るか。
とから出るのか。はいはい。あん。で、あそこだな。あそこはもう調べた感じがするけどな。あ、でもちょっと待てよ。なんかあるか？ないな。あのさ、下潜るとさ、青い焚き火があったじゃないですか。これ。待て待て。よし。で、ここでなんかすると、なんかなるんじゃないの？よし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 。よーし。集中、隠す。違う違う違う。あ、危ない危ない。関係ないな。隠す。寝るのかな、これ。うとうとする。寝てみるか。ん？うん。なんか変わった。あ、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 火が灯った。あれ？あれ？棺がねえぞ、俺。なんだ？何これ？集中、隠す。あ、そういうこと？どういうこと？え？ちょっと待って、すんげえ怖いんだけど。何何何？なんか暗くなったぞ、めちゃくちゃ。え？ちょっと待って。超展開なんですけど。うわー、怖い怖い怖い。なんかいるのかな？あれ？うん。ちょっと待った。あ、ここか。お。下がっていくね。何ですか？やめてください、ちょっと。なんだこの世界は。洞窟か？地下世界なのか？え？何この世界？あ、ろうそくがつくな、これ、照らすと。おう。なんだこれ。ちょっと待ってよ。全くちょっと頭が追いつかないぞ。あ、これあれじゃん。ねえ。え？いっぱいあってなんかいろんなものが。何？うん。三つあるね、パスワードが。これパスワード三つどっかから探してくんのかな？ちょっと待って。うわぁ、悪魔的だな。ちょっと怖えな、これ。これなんだ？ハンドル回転させられる。はい。あ、開く。あれ？でも。そっか。鎖で繋がってるか。あ、ちょっとだけ、緑の光が出てますね。なんでしょう。ん？え？何？なんだ？どうした？はい。指さしてますね。あそこって。あ、あの、あれか、塔か。で？階段を登ってて。なんだ？え？こんな部屋あったか？これ、って言ってます。あ、異物を持ってって。なんだよ。どこ行くんだ、お前。ん？異物を持ってったな。で、なんだ？暗くなってって？あ、なんか入り口ができてる。なんだそれ。隠し扉的な感じってことかな。うおーっと意味がわかんない。これこのまま行くとどうなんだろう。死ぬのか。あ、なんだなんだ。怖い。え、え？なんか今叫び声が聞こえたけど。これは？イカダがあっちにある。で、これはいけないか。まあ、パスワードがないと無理なんだね。はーん、なんだかよくわかんないけど。ダメか。謎だな。全く意味がわかんないよ。これさ、海入ったらどうなんだろう。死ぬのかな？入ってみる？よっ。よっ！死んだか？あ、目が覚めたんだ。
あれもうダメじゃん。どっちにしてもあれだな。死んじゃうな、これ。あ、なるほど。お時間でございますね。ちょっといろいろと。謎など謎などだな、これ。まあいいや、また戻ってきてね、調べましょうね。少なくともあのなんかね、時間が経つと倒れる塔になんか仕掛けがあるようなんで、ちょっとねあそこを探索して調べてみるか。最後にマシュマロでもやっとくか。よし、こうやってねちょっとずつ近づけるんですよ。いいですね。間違ってもね、火にズボッと入れちゃダメですよ。うまい、マシュマロうまい。そうか、水没してるな。ダムが決壊したからか。いや、今回は本当に一筋縄でいかんぞ、これ。おお。よし。あ、終わった。はい、戻ってきました。で、二つほどね、分かったことがあって、一つ目が流れ物のね、本体にどっか亀裂があって入れる。っていう感じがあったのと、二つ目が、塔がね、あって、あん中がなんか仕掛けがあるかなんか、ありそうなんで、ちょっとね、調べたいかなと思います。はい。よいしょ。ちょっとね、旅行記録見てみましょうか。いろいろ増えてるだろうな。増えてるね。あそこ隠れ谷って言うんだ。結構増えたな。これは隠れ谷の、亀裂。あ、そうだよね。だから流れ物の側面に爆発が起こって入れるところがある。ここはちょっと今から調べましょうね。なるほど。やっぱり住居か。なるほどね。で、スライドリールがあったと。はい。で、ここか。ここな、パスワードがないからね。で、水中の建造物。保管庫があって、で、あ、指定庫っていうんだね。異物を持って、青白いね、焚き火の前で眠ると、この指定庫ってとこ行けましたね。保管庫は何なんだろう、これ。隠し通路。はい。あ、塔のな。そうそう、塔の中で階段があって、で、なんか、絵が、ね、扉になってるっていうね。島の洞窟は、これは下から行くやつかな？で、スライドリールか。謎が多くて意味が全くわからないな。まあいいや、とりあえず行こう。よし。行くぞ。テイクオフ。出た。で。そろそろな。ビデオ伝えてまずいな。よし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 。で、どっかに亀裂がね、あるはずなんだけど。よし、来たぞ。どこだ？この外側なんだよな。あれは？壊れてるか？あ、壊れてるな。これだ。よし。ちょっと待ちなさい。ちょっと待ちなさい。ちょい。もういいや、ここで乗り捨ててしまう。行くぞ！は！どれだっけ？
あれか？よっ。お。これだ。これだ。もう。お、ちょっとまたまたなんだ。いって。危ない危ない危ない。重力がかかったぞ。勘弁してくれよ、もう。怖すぎだろ。いてー！やめてくれ。死にとうない。よし。なんだこれ。なんか知らんけど、ここで爆発したのか。悲惨なありさまですね。よし。さあ、どこに出る？異物がある。あ、これ、あれか。さっき覗いたとこだ。ね、三つあったもんね。ひえー。なんだろう。ここは？よし。あ、なんかあるな。なんだこれ。なんか見れるのか？うん。ランタン持って入ってって、この青白いね、焚き火の前で座るのか。寝たのか？はい。起きました。ん？どういうこと？ここがあれか、爆発したとこか。じゃあ、こっちだな。ここも見れるな。入ってて、異物を持ってな。で、ここで、眠る。と？あ、そう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 。真っ暗いね、世界に。行ったよね。はーん。あれ、ちょっと待ってよ。ってことはさ、これ拾って。あ、でもここはあれか。焚き火はないのか。うん。焚き火はないから意味ないのか。これ拾っても。なんかスライドリールがどっかにあった気がするんだけど。あ、あったあった。これだ。よし。ちょっと待って。これいらない。で、スライドリール取って、他はなんかないかな？なんかどっちにしてもちょっと実験っぽいことしてたのかな。そんな感じですよね。で、で、こっから出てくるのか。なるほど。出た。違う違う違う。自分は今どこにいるのかよくわかんないんだよな。あ、ここね。で、これを見るには、あそこかな？よし。なんかわかるといいけどな、これで。よし。急がないと。で、光ったランタンが、そこにあるのかな？よっしょと。よし。さあ、何が起こるんだ、これで。セットして。これもセットして。よいしょ。うん。あれでもさっきと同じような感じだけど。入ってて見ました。眠ります。起きました。ダメだーって言ってるのかな。で、これが、はい。眠ります。あ、肝心な時に、クソが、見れないじゃないか。はい、火が灯って、何？成功じゃって感じか。お、これ戻ったの？どういうことなんだ？そうか。で、
あ、ないや、イカダ。困ったな。イカダがねえや。どうしたらいいんだ、これ。このまま流されていくしかないのか。身一つでよ。流されてやろうじゃないか。よーし。よーっと。あとは、塔だな。あ、あそこに味方がある。よし。おぉ。そういえばあれだな、このダム自体も調べたことがないな。なんか調べられるとこあんのか、ここ。とりあえず、上がれるから、少なくとも、よー、うまく乗れ。なんで乗れないんだよ、くそ。ちょっと待って。よいしょ。で、ここか。ダムがな、壊れちゃう前にちょっと、調べられるな。調べとかないと。いやー、すげーな、しかしなー、この建築物。なんだ。やばい、このまで行っちまうな。危ない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 。危なかった。そうか、これで行っちゃうのか。なんかあるか？あ、あっちに入り口がある。よし。ほんと調べられるとこが多いな。何があるんだこれ。ん？椅子がいっぱいある。こっちもなんかあるな。下もありそうだな。なんだこれ。観客席的な感じ？何にもねえな、これといって。ここは。で、下は何があるんです？怖いですよ。なんだ。ん？ん？なんかあるぞ。なんだこれ。よ。なにこれ。ん？ちょっと待って。これが、あ、これがこれか。流れ物そのものか。で、これが太陽。で、なんだろう。パラメータがなんかね、溜まってってる感じだけど。意味が全くわかりませんね。これだけか？そうっぽいな。なんかな、スライドリールでもありゃいいんだけどな。さて。もう一個確か、こっち側に。よし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 。これなんだ？あ。これはエレベーターか。上か？違うな。下か。こっちか。よし！何があるんだこれ。下側はね。よし、来たぞ。なんだ？ん？ここに戻ってくるのか。なるほど。単純にショートカットかな。よし。今です。完璧だよ。あ、やばいな。やばいな。ちょっと待て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 。まずいぞ、これ。巻き込まれたら死ぬぞ、これ。もう結構壊れてるもんね。で、どこ行けばいいんだっけ？あれか、あの塔に行けばいいんだな。よし。なんかダムが決壊する前にじゃないとまずそうだな。ひょー。いやー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よっしゃ。波乗りは男の仕事だぜ。おーっと、どんとくりゃよーっと。危ないな、そろそろ。決壊しそうだな。で、あ、ここら辺から登れそうだな。よし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 。よし、今だ。オッケー。でだ。いや、違うな。ここから入るんじゃねえな。下から抜けていくんだ。そう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 。全然間違ってた。
この洞窟を、どこだっけ？なんかこれにあった気がする。これだ。ここにまず入ってたね。で、で、これか。よし。よーっと。あ、これだよ、これ、これ。いやー。もう、ちょっと怖いな、もう暗くて。軽くホラーだもんな、もう。随分螺旋階段ですね。ん？さっきのところはどこだ？これだ！ここだ！ここになんかね、隠し扉があるんだよ。あ、こんなとこにもスライドリールがある。くっそが。これ早く見たいな。ちょっと待ってよ。これ上何があるんだ？これ。上。はあ。なんか絵が描いてありますね。おっと、びっくりした、なんだ。え？あー、ダム決壊でございます。うわ、すごいな、これ。波が押し寄せてくる。これ、作んの大変だっただろうな、まあ、この人たち。え、ここの塔大丈夫かな？おー、すげー。大迫力ですね。あ、壊されていく。すべてよ。ああ。いや、このゲームじゃなきゃこれ味わえないよな、これ。で、ちょっと待ってよ。あそこで見れるんだよね。で、下にランタンがあって、ちょっと待って。いろいろな。まずこれを。よいしょ。これを運びましょう。おお。えぐいな、もう。よし。で、こいつを見ないことには始まりませんよ。で、ちょっとまたここに置きまして。で、ランタンを持ってこなきゃいけないんだけど、あの塔だな。よし。ほいちょ。ほいちょ、ほいちょ。よし。お。やばい、燃料がまずいな。燃料どっかで補充できねえからな。あそこから補充できるけど、ちょっと待って。その前にだ。なんとしても。スライドリールを。見たいです。よし。で、何が映ってるんだ？よし。ほいちょ。さてさて。ん？なんだ？あ、あの絵があるところか。はいはい。なんですか？お、指さしてますね。これこれって。これ俺が描いたんだ。最高だろ。なんだ？お、ランタンを取り外した。何？隠し扉かよ。お、入っていく、ゾロゾロ。鹿の人たちが。あ、どんどん入っていく。はいはいはい。なんてことでしょう。隠し扉があの絵のとこにはある。で、その絵は、なるほど、あの輪っかのな、土星みたいな絵があるところが隠し通路になってて、ランタンを横にのけると入れる。かー、かっかっかー。ちょっと新事実だな、おい、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ行ってみるか。あの塔か。ちょっと待って、一回燃料がねえんだな。燃料をちょっと。よし。よし。よっ。ここに燃料がありましてですね。あれか、あの塔もちょっと時間が経つと、確か、倒れちゃってたから、急いでいかないとまずいな。そろそろ、ぶっ倒れそうだから。いや、もう、難儀すぎるだろう、もう、今回。よし、よし、よし。よいしょ。よいしょ。
行くぞ。よし。で、どれだ？どれ？これか。これを、こうして、これを、こうする。おー！開いた！どんな技術なんだ？で、あ、下に降りれる。何？怖いんですけど。なんだ？おー、ちょっと待って！ここにいたのか、君たち。しかも、え、みんな死んでるよ、もう。ドクロじゃん。干からびちゃってる。うえー、怖えー、なんだこれ。ちょっと鳥肌がすごい。あ、なるほど。だからね、この人たちの屍がね、見つからなかったのは、このせいか。これみんなもう死んでるよね。どう見てもね。で、みんな、異物を持ってるな。ここで眠ったのか。異物を持ってこうやって。じゃあ異物持ってこないとダメか。ここで多分じゃあうとうとするんだ。で、そうすると地下世界に行けるってこと？じゃあ、この、なんだ？隠し扉が3つあるんだよね。どうやら。うん。で、それぞれが、多分じゃあ、さっきの眠ってる人たちがいるってことだから、なるほど。この人たちはみんな、あそこで、干からびちゃってたってことか。あーん。イカダがあるな。イカダに乗ろう。まずはイカダに乗ろう。はい、失敗。待って。ちょっと待って。落ち着け。よっ！よし！じゃあまあ、とりあえずあれか。次は、あれだね。隠し扉のとこに入って、で、異物で、眠って、どうなるかだよね。終わった。今回はじゃあこれぐらいにしようかね。よしよしよし。それではね、アウターワイルズダウンロードコンテンツ、エコーオブジアイ、1夜目終了でございます。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。いやー、しかしすごいね。雄大だね。